I'm here in Asakusa. A really great place here. So I'm go around by this one. Look at that. It's really, really nice. Please subscribe and notification bells. Pochi! ザルそば。あ、じゃあこれ一ついただいて。ザルそばでエビが2本ついてます。はい、はい、ありがとうございます。はい、天ざる1枚お願いします。はい、お待たせいたしました。はい、ありがとうございます。ごちそうさまです。これいただきますね。どうぞ、すいませんです。1560円です。はい、お願いします。はい、ありがとうございました。ごちそうさまでした。こんにちは。あ、そうなんですね。あ、じゃあ、いただいていいですか、一本。お店はいつからやってるんですか。5月の26日。あ、もうちょうどその解除された時から。そうなんです。あ、やや少し。いや、そうですね、少ないですよね、きっと。そうですね。そうなんですか。あ、じゃあすいません、いただきます。いただきます。よかったら七味どうぞ。あ、あれ、おかしいじゃないか。うん、おいしい。ちょっと振っていただければ。はい。結構ちょっと後日アイスも食べたいな。あ、どうぞどうぞ。27種類ある。すごい、あるんですので、中で中があるんですか。召し上がっていただきます。どうぞここ座って、ここ座っていいところですか。座っていいところなんだ。あのね、仲見知りしてるのはね、喫茶店の営業できないんです。ありがとうございます。ありがとうございます。美味しいですね。美味しいですよ。いや、美味しかった。ありがとうございます。良かったです。どうぞ。ありがとうございます。はい、また来ます。ありがとうございます。どうぞ。すいません、ごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。わ、いいですね。あ、ありがとうございます。はい、お、いいですね。お待たせいたしました。持ち上げます。3、2、1、こんな感じです。あら、すごい。あ、わ、すごいな。僕たちの軽車両なんで、車道の方で、ね、モリモリ走っていきますので。なるほど、すごい。はい、あ、風が強いから大変ですね。はい、アサヒビールの本社でございます。ほうほうほう。このオブジェがオリンピックの
聖火台をイメージした炎ですね。あ、あれ、はい、炎だったんだ。はい、で左手にあのビールジョッキの形になってるのがアサヒビールの本社で、はいはいはい、上の白い部分があの泡の泡ですよね。まっすぐ立ってるんじゃなくてちょっと斜めに沿ってます。なるほど、はい、これが隠れた秘密でして、あ、こうなってるんですね。はい、そうなんです。あの日本人の美的感覚でまっすぐなものより曲線の方が美しいということで例えると日本刀の刀、うん、確かにちょっと、はい、東京で一番美しくスカイツリーが見える例え橋というのが欲しいなります。隅田川です。あ、いいですね、美しい。うわ、綺麗。あー、いい。あー、これブレーキが大変。優秀ですね。明治4年に市場始まると言われて、横浜とかああいったところで外国の馬車と日本の飛脚、はいはい、合わせてこの人力車というのが流れる。そうなんですね。すごい。目を閉じてください。はい、はい、では上空見上げてください。うわ、すごい、すごい、これはすごいな。うわー、このこんな風に見たことないですね。ありがとうございます。ちょっと久しぶりの地上なので、久しぶりの地上アトラクションみたいな。ありがとうございます。ステッカーとポストカードが、ありがとうございます。いいですね。100,000 subscribers challenge right now. Please subscribe and share. See you next vlog. See ya. すごい。